どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回も新パックよりグラデュアルビースト検討中始まりました。グラデュアルビーストの時代始まりました。これですね、新パックに登場したいろいろカードが追加されているんですが、まずですね、これプレミアム加工出ました。やったぜちょっと嬉しい。ウェスパシアス、通称ラギアクルスさん、強いね、めちゃくちゃ強い。レベル7なんですよ。だからまあ通常召喚は基本的にできないんですけども、まあ、グラディアルビーストなんで、グラディアルビーストモンスターの効果では出せますと、簡単にね。でこれどういう効果持ってるかっていうと、すげえ強くて、丸1番、自分のグラディアルビーストモンスターがモンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時、まあ、要は裏側にある前のタイミングね、表側にある前のタイミングね、モンスターが、そのタイミングで、このカードを手札から特殊召喚できますよ。でグラディアルビーストモンスターの効果で特殊召喚したこのカード、まあ自分の効果でもいいから、まあその丸1番の方から出てきたこいつとかでもいいし、普通に適当なグラディアルで出てきたデッキから出てきた場合でもいいんだけど、その場合、フィールドの全部のモンスターの攻撃力が500ポイントアップする。つまりですね、一応デッキ戻して1枚、こいつ戻して1体デッキからグラディアルビーストを特殊召喚するよっていう効果ついてるんだけど、いつものように、この丸2番の効果がと丸1番の効果がやっぱ噛み合ってて、すげえ自分で勝手に出てきて勝手に打点上げて、で2800になるんですよ。1体だったらこれ2体いるとね、2体いると、例えばね、今回そのバランスにしてて、魔法カードとあのトラップカードとモンスターをバランスよく入れると、バランスよくモンスターが来ますよっていうスキルなんですけども、予想外とか入ってるんで、これアンダルと出して、であのベストローリーとかでガイザレスとかになれるんですけど、こういうパターンの動きをして、で、まあ、ガイザレスなんか殴るじゃないですか。でガイザレス効果で、こいつ戻すとデッキから2体、グラディアルビースト特殊召喚できるんですね。これ2体出せるんですよ。ウェスパシアスってデッキから出すと3300になるんですよ。こいつ要は500アップが2回あるから1000上がるんですよ、打点が。だから3300と3300のラギアクルスが2体いるんですよ、場に。強くないですか、これめっちゃ強いっすよね。検討中って打点が低いのが弱かったのに、打点高くなったら最強じゃんっていう、そういう話で、ギミックはバランスにしてるんですよ今回は。なんでかっていうと、罠が強くなった検討中は、まあとりあえず検討中のその戦車チャリオット、シルバーチャリオットは元から強いじゃないですか。これモンスター効果を無効にするっていうね、今やっぱ刺さるよね、モンスター効果がやっぱりリンクスも強くなってきたんで、これすげえ刺さる。でこれなんですよ、盲信するグラディアルビースト、自分のフィールド上の剣闘獣モンスターの種類の数まで、表側のカード破壊できますよっていうカードなんですよ。これめちゃくちゃ強いのは、予想外入ってっから、このデッキ予想外でアンダルダッシュで、でなんかラックエルとかこの辺のエクイテとか、ベストオーリーとか出して、そうそう、もう2種類になるんですよ。だから1枚でこれ1枚で2枚が破壊できるんですよ。1枚が2枚に爆破道ということでということでめちゃくちゃ強いと。で予想外は単純にこのベストオーリーと変身して、さっき言ったようにガイザレスにもなれるし、で新しく追加されたこいつがすげえ強い。まあ、出すことあんまりないんだけど、たまにやっぱね、ガンメダレ出せるときあるんだよね。ドミティアノス、これセルカボーを持ってるおじさんなんですけど、セルカボーおじさんですね。通称でこいつがモンスター効果止めれるんですよ。一旦に一度相手のモンスターの効果が発動したときに、発動無効に破壊するコストはありません、特に。で3500あります、打点が。強すぎる、なんだこいつ強すぎる。で、こいつはフィールドゾーンにいると相手の攻撃対象は自分が選べるし、ただねこれバトルフェーズ終了時こいつ戻すと1体にしか変身できないんでちょっと弱いんですよね。丸三番はだからもう使わない、もう使い切り、もうこいつ出したらもうモンスター効果無限に止めるっていうだけで、出し方が3体融合なんですよ。ウェスパシアスと剣闘呪文さんかける2だから、これいるんです。だから2体入ってるんだよ。これ結構出るけどね、結構出ます。これ出そうと思えばね。で
あとのギミックはやっぱ検討中がいっぱいあるんで、モンスターもあるし魔法トラップもあるんで、エクイテル回収してメイン2ネイゲート伏せるっていう気合で次のターンに気合で伏せるっていう。あとバランスってね、確かね、そのデッキ内の魔法トラップモンスター の数が全て 30% 以上じゃないと1枚以上確定しないんですよ。だから21枚とかにするとまたバランスおかしくなるんで、20枚のこのバランスが多分一番いいと思う。8666っていうパターンね。はい、で、あのエスパシアスしか引けなくても結構その予想外引けてるとかあるから、あの検討銃は用意できるから意外と。というわけで早速ね、始まりましたグラディアルビーストの時代がやっていこう。デュエルスタンバイ。我が名はジャンピエール・ポルナレフ。我が妹の魂の名誉のために、我が友アブドゥルの心の安らぎのために、貴様を今から成敗してくれるわ。何のゲームだこれ。じゃあ、まずリスタート。あ、来ました、ライトロードだ。つえー、リスタライトロード。俺の動画見てくれたんかな、俺の動画見てくれてたら嬉しい。とりあえずソーラーエクスチェンジはめっちゃ強いですよ今のところ。ソーラーエクスチェンジはめちゃくちゃ強いで、ルミナス、うわー、ぶん回りそうな予感で、ミネルヴァで追加、はいはい、で転生落ちる。サバキ引かないでほしい、サバキ引かないでほしい、できればサバキ引かれるとかなりきつい。でルミナス、オッケー、ルミナス、オッケー、オッケー、オッケー、そこまでオッケー。いやー、これエバリーか、強いなー。ほんとこのルミナスの展開力やばいですよね。なんか簡単に7シンクロできるのやっぱめちゃくちゃ強いわこのデッキで。ビーストウォルフも出てくる、オオカミ出てくる、これで8シンクロ7シンクロが可能。でも7シンクロすんのかな、7シンクロしないまであるけど、これ7シンクロせずにあの取っといて、なんか助けるとかなんかで耐えて返しでブラロみたいなパターン結構あるんですけど、どうでしょうか。じゃけまいさん、結構返しブラロ強いんだよね、返しブラロは割と。まあちょっとあれだけどね、あのこっちガイザレス出すけどね、ガイザレス出すけど、ああ、するか、エバリーか、はいはい、オーケー。いや、これエバリー出せんの強すぎだよなこのデッキ。オーケー、でドロー、予想外、あー、かぶったけどいらない。で、予想外発動、予想外の効果で距離、通常モンスター対応特殊召喚、グラディアルビーストアンダル。そしてカードを1枚セットし、2体のモンスターで融合なし、スーパーコンタクト融合、現れよグラディアルビーストガイザレス。ガイザレスの効果発動、フィールド上のカードを2枚選択し、その2枚とももろともぶち壊していく。そしてカードを1枚セット、もう1枚ブラックでセット、バトルフェイズだ、いけー、ガイザレスパンチ。そしてターン終了、バトルフェイズ終了時、ガイザレスの効果発動、デッキに戻して、ウェスパシアス、ウェスパシアス、はっと強いー、この盤面強い、この盤面ガチで強い。ちょ、さばきだけマジでやめて、さばきだけしたら俺ほんと怒るよ。俺さばきしてきたら俺ブロックするから、でそこはもうね、チャリオットしかないんだ、シルバーチャリオット、ビリ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 、バチコーン、オッケー、さばきやめて、さばきやめて、さばきガチでやめて、ガチでやめて、そんな簡単に出せるモンスターじゃないからあれマジで。よし、止まってる、さばきあったら出してるでしょこれ、いないんだ、来たわ、あー、オッケー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 、ライダーね、でライダーでバック破壊しに行く、オッケー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 、いいだろう、でライダーの効果いいだろう、あー、助けると落ちた、くっそ、きっしょ、つえーじゃねえか、やるじゃねえか、あ、よし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 、戦車来たぞ、戦車来た、エクイで召喚だ、エクイで召喚して、打点高え、なんだこの豆バトル、ま、とりあえずこっちから殴りましょうか。で殴って変身するの誰だろうな、変身するの誰だろうな、これ変身するのラクエルか、一旦トラやな、最初トラやな、まずは、あーの止めてくる、なるほどな、止めてくる、でまあそれはもう両方ともぶち壊すよ、両方ともぶち壊して、で人格エバリーはマジで止める、人格エバリーはガチ止め、いいえいいえ、よし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 、来いよ、いいよ、来いよ、来いよエバリー、特殊召喚される、特殊召喚されて選んで除外とかいう最強効果を使ってこようとする、
使ってこようとする。スタンバイベイズシェルバーチャリオッツ、ビリ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 バカ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 さばきやめろジャッジメントだけマジでやめてください。マジでやめて。ジャッジメントは全てが来るから、全てが来るから、ジャッジメントはガチでやめて。ジャッジメント引かないで。でもこれあったら出してるでしょ、これあったら出してると思うんだよな。セットオッケー、セットオッケー。カイトロイドとかあったらめんどくさいので、これ変身する説はありますね。変身する説結構あるな、これ変身する説結構ない、これこれこれセルカボおじさんじゃない、これこれセルカボおじさんだ、これ小野月セルカボおじさんだ、小野月セルカボおじさん。これモンスターここ止めないですよ、こいつ。これさ、まあ、何でも雷光とかカイトロイドとか助けるととか、まあ、そういうモンスター何でも止めるからよ。こうじゃねえか、こうなの、でバトルだ、行こう、行け、セルカボおじさん、セルカボ斬撃。あ、神だ、神プレイだ。グラディアルビースト上手すぎん、グラディアルビーストの使い方うますぎるわ、これこれリプレイ行きだ、これリプレイでみんなにドヤ顔で見てもらおう、ツイッターで。さあ、お相手の方、所長よろしくお願いします。スタンバイ。ブルーアイズじゃないかな、多分。結構ね、新パックで強化されましたんで、まあ、ブルーアイズデッキも多分この次くらいにやりますけど、ブルーアイズデッキでもやってることあんま変わんねえんだよな、今までと。まあ、スピリットドラゴン出せるよっていうぐらいなんですけどね、一応。スピリットドラゴン出してなんか好きなタイミングであいつ銀龍になれるっていう、意外とあれかもしんないね、ライトロードメタみたいになってるかもしんないね、銀龍は。ああ、乙女ね、これ乙女召喚が結構初動なんですよ、これ。なるほど、まあ、一回予想外は打つけど、予想外は打って予想外打ってから考えるパターン、予想外打ってアンダルさん出して、アンダルさん出して、あれ対象取って破壊してブルーアイズ出てくる、でブルーアイズ出てきて3000打点、3000打点を清掃か、3000打点清掃か。これ殴りに行ってブルーアイズ出しても意味ないから、清掃あるしな、800ダウンでしょ、だから2400だからいけるわ多分。でこうじゃん、でこうじゃん、あこれいけるな、でこうじゃん、でこうじゃん、でガイザレスパイセン出すじゃん、でガイザレスパイセン効果で乙女破壊しますよ、で乙女破壊される対象に取られてるので効果発動してブルーアイズが出てきますよ、それは全く問題ない。これ初動なってるんですよね、こんななんかこんななんかさ、巨乳一体立てるだけで初動っていうね、強いわブルーアイズ。 OK、 でカードセットでバトルフェイズで、ぶん殴っていく、ダメして、おらおらドラー、よし、で三四郎ガイザレス効果、自身をデッキに戻し、デッキよりラギアクルス鬼対特殊召喚していく、つえー最強だ、最強だわ、3302体最強だわ、最高。ウェスパシアス強すぎ、これだってあれでしょ、海馬社長のさアイデンティティってさ、3000打点でぶん殴るっていうことじゃん、こっち3300ありますから、ね、今3300さ3302体っていう、このアイデンティティの崩壊っていう、あなるほど、天使か、あーなるほどね、でそれ墓地を食って変身するやつか、ブルーアイズが、2体出てくるのはめんどくさいな、2体出てくるのはちょっとめんどくさいな、しかも白切れるかもしんねえしな、これ1回盲信じゃないか、盲信したらこれ出てこないだ、多分これ多分太鼓を墓地送っちゃったら墓地送れないから、墓地送れないから出てこないっていうパターンじゃない、これよし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 、オッケー、うますぎ、遊戯王うま、遊戯王うま、神プレイだ、神プレイング。で太鼓の白石の、効果でブルーアイズは出てくる、それは問題ない、
ブルーアイズ出てくる、それは問題ない。アイデンティティの喪失、アイデンティティの喪失、あ強い、チャリオは強い、申し訳なかったな。でセットして、でアンダル先生召喚して、でバトルですね。これはこのままバトルしましょう。おらー黙れ、おらーおーらー強い、かなりオッケー、強い。でも下がった、やばい、打点が下がったぞ。くそ、あいつ裏返されるとな、裏返されると反転してもね打点上がんないんですよね。これはそのまんまでいいか、これはそのまんまでいいな。いやでも守れれば、この次のターン守れさえすれば多分大丈夫だと思う。チャリオットあるから破壊しかないでしょ、相手だから。効果破壊しか、あそれはチャリオット、それはチャリオットしないわ、それはチャリオットしなくていい、大丈夫、問題ない。乙女なんていうものはね、チャリオットすればいいんですよ私は。え諦めんの早くないですか、諦めたらそこで試合終了ですよって安西先生が言っていた。俺バスケがしたいです。我が名はジャンピエール・ポルナレフ、我が妹の魂の名誉のために、我が友アブデルの心の安らぎのために、貴様を成敗してくれる、行けグラディアルビーストアンダル。そして食い手を召喚、カードを1枚セット、もう1枚セット、ドヤ顔ターンエンド、ちょっと弱いちょっと弱いけど、ちょっと弱いけど、どうでしょう。エクイテさんね、強いんですよ、弱いんですよね。初手で来るとガチで弱いっていう。あー、なるほど。そこ効果使わないんですね。そこ効果も使わない。マスクはないと。マスクあんのかい？は？お前、戦車ケアしてんじゃねえよ。戦車ケアしてんじゃねえよ、てめえ。戦車ケアしてんじゃねえぞ。なんだこれ、ダメして、聖杯か？聖杯ですか？聖杯はいいですよ、別に。コンセントレイト、あ、もうそ、別にいいか。よくなかったキモこいつ、キモこいつ